ここでデドンで効果チーム6日達成です。おう、昨日でだ、昨日で。今日はね、朝4時用に全部ね、お好み焼きチーズです。チーズと冷凍シーフードで、この冷凍シーフードとチーズのお好み焼きです。あ、じゃあね、ソースとマヨいらずに美味しくできました。あとは今日はね、朝活コアとでね、TikTok 170再生やりました。昨日の Vlog 編集、昨日までの Vlog 編集と、今日のアメブロブレシピ下書きね、どっちかのタイムラプスで、ね、両方撮りますが、どっちかでね、時間の関係でどっちか入らないと思います。で、今日はウォーキング、朝活ウォーキング、ウォーキングの身持ちレポは、あれ、26分で2キロ近く早歩き、95キロカロリー消費でした。まあ、ちょっと体重が増えてるの、最近ね。で、走る気力もないので、どうね。今日は AirPods Max ね、修理品、修理交換頼んでたのがね、今日届きまして、壊れてる機種交換で、無料で出しておきますって言ってきましたが、おっしゃってましたがね、どうなるかはわかりません。で、かかっても3700円でもね、痛いね。明日、先月ね、接着しただけにね。朝活で、昨日はしらすと生姜のおにぎり作りでした。で、今日は早速ヘッドホンで音楽をね、楽しんで、今日のさ、ウォーキングはね、サファリのアップルってラジコで、それでつなげて、Mac からね、片耳しか聞けなかったものがね、両耳と聞けるようになりました。で、昨日深夜に見守り方の見守りの坂は無茶ぶりね、デデンデの報告と無茶ぶり、無茶ぶりのね、なんだっけ、まあ、シソンジュンクまさかの裏切りと思っても、そう、まさかねと思うんですけれども、最後の電話のシーンと、あとはね、あの場面でいきなり、あのタイミングでいきなりね、ついてるよからね、いきなり来たらダメだよって、普通に、ね、実生活だったらダメだよってなったね。あとは僕も40年間相手にないんですけど、わかんないんですけどね。あとは神保さん演じるシェフのね、まあ、こうレシピが同じなのにコラボメニューの味が違うっていうのでね、もうよくあるあると思います。あ、ミスドのなんかね、ビタメールのね、結局ね、子供の、有名シェフ子供の好きな僕はね、ミスドのビタメールのね、食べました、昨日ね。ああ、乗せた後買ってきてくれたね。美味しかったです。食レポ動画今度出します。これから始めて、どうぞ。そうそう、今日もお好み焼き新レシピから全くしましたが、昨日のお好み焼き新レシピが300アクセスのあと400アクセスありましたのと、今日ハウス食品様から4種の調味料を当選しましたのと、あとはね、日々の料理が YouTube、昨日はね、クックパッド全体で2000ありました。昨日、音が1600で、昨日が日々の料理が YouTube なわき1981、2018年からね、4月28日から9万再生で届きました。ほぼね、この1年間のね、ショート動画の投稿で再生だと思います。ビタミンとビタミンのね、ガラシフープのサンドセットも美味しいです。このベリー系のね。
ークマンのホワイトマウンテンがね、大好きなんだよ。すよ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 。こんにちはね、まだこれデルベイウェイです。ね。今日のデルベインで6日中、ここの9日中6日達成です。あ、今日、そうそう、今日無茶ぶりに私が出演なんてね、最後、質問順区裏切った役なんでしょうかね。電話しましたがね、あのね。あとは、あとはね、もう相手の気持ちも知らないでね、ついてるやついきなり来そうダメだよと思ったんですが、あとは、神保さん演じるね、レストランの料理長ね、フレンチのね、こだわりの料理長がね、コラボメニュー、レシピにね、で、コラボメニューに、もう、これを、レシピは同じだけど、同じ、もう全然もう、あんな、シェフの味じゃないと言ったのがね、印象的でした。
ポアン聞きながらね、修理交換してね、AirPods Max とね、Apple Watch で iPhone を置いて、25キロカロリーの消費でした。